ビセンテ・トーマスがリード・ブラズは、アメリカ合衆国、グアム出身の政治家、軍人、愛称のベン・ブラズとしても知られる。アメリカ海兵隊巡将、アメリカ合衆国会員大議員、グアムの先住民族チャモロ人の出身である。ブラズは1928年2月14日、父ビセンテ・クルス・ブラス、母・リタ・パンゲリナンがリードの息子として、グアム島のアガナで生まれた。 第二次世界大戦中、日本統治下のグアムで飛行場の建設や、田植えなどの労働を強いられた。1947年、ノートルダム大学で、物理学と科学の学士号を取得。海兵隊時代のブラズ朝鮮戦争が始まると、ブラズは海兵隊予備役に入隊し、海兵隊士官学校に通った。1951年、学士を取得して卒業し、 アメリカ海兵隊で勝尉に除任された。その後、ワシントン DC のジョージ・ワシントン大学に進学して、1963年に修士号を取得。1971年にロードアイランド州ニューポートの海軍士官学校を卒業した。ブラズの論文、ミクロネシアの十字架は、ネーバルウォーカレッジレビューに掲載され、1971年8月には、議会記録に、 全文掲載された。1972年、第二次世界大戦中に母国グアムの解放に関与した第九海兵連隊の司令官に任命された。1974年12月、グアム大学から名誉法学博士の学位を授与された。1980年に海兵隊を退役し、巡将に任命された。百八十二年、ブラズは共和党から、 会議員に立候補したが、6期目を目指す、アントニオ・ボルハ・ウォンパットに敗れた。しかし、得票率は48.3%で、ウォンパットとの差はわずかであった。1984年、ライトマン、ライトナウをスローガンに、再び共和党から立候補。15,839票を獲得し、15,485票のウォンパットを破って当選したが、 両者の票差は354票と非常に僅差だった。会員では、軍務委員会、資源委員会、外務委員会に参加。退役軍人の利益の確保に努めたほか、日本占領下のグアム人の戦争被害に対する賠償制度の整備に尽力。グアムの政治的地位を改善すべく、州への昇格を目指すべきとの主張を行っていた。 1992年11月の選挙では14,921票を獲得したものの18,462票を得た民主党のロバート・ A ・アンダー・ウッドに敗れ落選した。2014年1月8日、バージニア州、フェアファックス郡の病院で呼吸器不全のため死去。去年85歳。その後、バージニア州のアーリントン国立墓地に埋葬された。 2020年、グアムに開設された海兵隊の基地がブラズにちなんで、キャンプブラズと名付けられた。ありがとうございます。